はい。正面、はい。おっす。はい、お互いに。おっす。はい、ね。しょ。はい、では資格の、説明をします。まず、正中線同士がこう、ね、向こうも正中線を捉える、こっち側も正中線を捉える。で、この正中線同士からステップワークを使いながら、相手のサイドポジションに入りながら相手の資格に入る。はい、ちょっとでも資格に入る。はい、ちょっとでも真後ろに状態が、これがベストですね。で、こう、相手の正中線を捉えながら、一周回りましょう。で、なかなか真後ろって難しいですね。はい、ちょっと構えて。まず、この打ち合いの中で、相手も打ってきますね。で、自分も打つ。この中でちょっとでもステップを使ってポジショニングをしながら相手のサイドに入りながら打つようにコールが出る。はい、または真横に入ろうと思ったら蹴ってきた時に真横に、はい、はい、または蹴ってきた時に後ろのバックにということですね。はい、まず、ポジショニング、相手の近くに入る、ステップワークを使う、正中線を、自分の正中線を外しながら相手の正中線を打たれると考えて、稽古に入ってください。正面、はい、よし。